どうも木曜グリーンの田中風磨です。そうなんです、結構慣れました。この子大丈夫かななんて前回思われたかもしれないんですけども、なんと田中進化しましたということで今回はこちらになります。武蔵新城駅来ました。で、ありがとうございます。これ読めば大丈夫ですか？視聴者リクエスト。あ、すごい、猫の額ほどワイド。視聴者リクエスト、川崎市ペンタさん、ありがとうございます。武蔵新城駅前の商店街にキッチン422というお店が先日オープンしました。気になっているのですがなかなか行けず、どんな方がやっている、どんなお店なのか、ぜひ潜入して調査をお願いしますということですね。ありがとうございます。こういうのもあるんですね。まあ、この方は多分なかなか行けないって言ったら予定とかかもしれないんですけど、ちょっとなんていうんですか、入りいい意味でも悪い意味でもこうなんていうんですかね、ローカルな感じがしすぎて入りにくいなって、地元感が出てたりするお店とかもあったりするので、愛媛とかそういうのよくあるんですけど、そんな感じが今回は絶対にバッチ取ってやろうと思います。よろしくお願いします。あ、ありました。こちらじゃないですかね、多分。お食事とお酒、キッチン422、多分このお店だと思うので入っていきたいと思います。失礼します。こんにちは。初めまして。こんにちは。猫の額ほどワイド、木曜グリーンの田中風磨です。よろしくお願いします。田中さん、よろしくお願いします。お願いします。すごいですね。アメリカのバイクお好きなんです。こんなバイクは大好きですね。これ飾りですか？いやいや、ちゃんと走ります。あ、バイクちょっと好きなんですけど、ハーレーダビッドソン。そうですね。かっこいい。ありがとうございます。いろいろアメリカがお好きなんですか？アメリカっていうか、まあ雑貨が好きなんでいろいろやってますよね。ああ、なるほどなるほど、はい、あ、そうなんですね。あとちょっと気になったんですけど、はいはい、この FC 今治サポートショップって書いてるんですけど、はい、ええ、FC 今治ってあの FC 今治ですか？そうです、愛媛の。あ、やっぱそうですよね。そうなんです。あ、すごい、僕地元愛媛なんですよ。え、地元が、いや、ね、地元は違うんですけど、はい、FC 今治のオーナーの岡田武さんの大ファンで、あ、はいはいはい、それで FC を応援してるんですね。ああ、なるほど。あ、それで応援して、あ、だからこれを飾ってらっしゃるんですね、はい、サッカーの応援とかも行くんですか？あ、それで言うと、はい、僕の友達の、その仲のいい友達の、友達が、今治、はい、FC 今治に属してまして、はいはい、ゴールキーパーの方なんですけど、はい、え、ゴールキーパー、はい、源太さん。あ、そうです、伊藤源太。伊藤源太さん。あ、そうです、そうです。すごいっすよ、それ。こんな、なんですか、地元とかけ離れた場所で地元トークをできるっていうことをちょっと驚いてますね。そっちの方がちょっと嬉しい。そうですか。お店のコンセプトは、お店のコンセプトは、はい、落ち着ける空間をとにかく作りたいっていうことですね。ゆっくり食事をしていただいたりとか、はい、あ、いい、すごい、僕こういう空間本当に大好きで、あ、はい、秘密基地みたいな感じがしますか？あ、そうですか、はい、入り口がちょっとなんていうか入りにくい雰囲気があって、はい、はいはいはい、でもやっぱそういうお店って逆に言うと、はい、一度入ってしまうとこうすごい、そうですね、より魅力に感じてしまうんですよね、うん、だからそのリピートが多かったりだとか。そうですね、もう2ヶ月ですけど常連さんも何かついていただいて。やっぱそうですよね、絶対そうだと思いました、はい、できて2ヶ月まだほやほやです、そうなんですね、はい、ちょっと嬉しいです、そんなほやほやな時に出会えて、はい、なんで川崎に、はい、移動されたんですか？もともとは埼玉の大宮で、あ、大宮、あ、はい、わかります、わかります、すごい都会なところ、お店開いてて、はい、市街地開発で立ち退き要請が出てて、はいはい、で、うちの嫁が武蔵新城に転職になって、あ、それで探してたらちょうど武蔵新城が空いてたんで、うん、すごい商店街があっていい感じの雰囲気です。すごくいい、もう来て一発で気に入りました。ここはおすすめの食べ物っていうか、ぜひこれを食べてほしいみたいなのってあるんですか？そうですね、うちはハンバーグと、あと、はい、はい、鶏胸肉とかですね。ああ、じゃあお肉系が、お肉系が多いです。はい、ちょっと気になりますね、それは。ちょこっとぜひちょこっと食べてみたい。召し上がっていただきたいと思いますけど。ですか？簡単には食べれない。あ、そうなんですか。僕とのリポート精神は、はい、誠実、はい、ひたむき、はい、真心です。え、下向きじゃない。あ、誠実、丁寧、真心でした。あ、何かお手伝いしたいんですけれども、僕に何か手伝えることとかってあったりしますか？あ、じゃあですね、今日はハンバーグの種を作っていただければ、はい、ハンバーグの種、はい、お肉をこねるところから。ハンバーグって種あるんですか？種にするんですよ。ハンバーグはひき肉を混ぜ込んで、はい、種を作ってそれを焼くんです。お願いします。じゃあ、ありがとうございます。そういう僕
一回もないです、はい、ハンバーグ作ったこと。はい、ということで改めて今からハンバーグを作る、はい、ハンバーグ作りをしていきたいと思います。ご指導の方よろしくお願いします。よろしくお願いします。頑張ります。粘りが出るまで揉み込みます。こう混ぜ込む感じで。なるほど、うん、こうやってると粘りが出てくるんで。はい、あ、いいですね。下からはい、こう持ってくるかイメージですか。お肉にね、粘りが出てくるんです。あ、でももう見た目も変わってきましたね、うん、ちょっといいっすね。ありがとうございます。こんなネチョネチョになるんですね、最終的には。種までできました。ありがとうございます。ありがとうございます。こう叩きつける感じで空気を抜くんです。あー、よく言いますね、うんうん、空気を抜く。すごいすごい、これできないです。うん、はい、オッケー。ありがとうございます。大変ですね、ハンバーグ。じゃあ食べましょう、これを。はい、ぜひお願いします、はい、はい、ということでこちらハンバーグランチ用意していただきました。ボリューミーですね。これ僕がやったやつですか。そうです。あ、楽しみです。どうぞ。いただきます。うん、これ今日から使おうと思ったんですけど、はい、ウーマです、ウーマです、ウーマです。いいですよね。あ、ウーマ、わかります。わかります、ウーマとかけて。え、そうですそうです、はい、僕ずっと今日僕来る時から考えてたんですよ。何か僕も人ね、うん、欲しいな。ちょっと恥ずかしくなってきました。まず、はい、すごい肉厚で噛んだ瞬間に肉汁、うん、わーっと広がるんですけど。そうですね、トマトソースってすごい相性がいいですね。あ、そうですね、はい、いや気になってるんですか。お米もツヤツヤです、すごい。あ、お米はですね、ガスで炊いて、あ、そうなんですか。炊いた後、お室で保存してますね。あー、だからこう、うん、来た時から思ってたんですよ、すごいツヤツヤで。もう一品じゃあ、あ、玉ねぎソースのやつで。はい、これは鶏胸肉ですね。すごい、ありがとうございます、はい、何がかかってるんですか。これは赤ネギっていう、あ、エシャロットをフライにしたやつですね。いただきます。うん、はい、おいしいです。ありがとうございます。ウーマです。ありがとうございます。でも本当に柔らかいです。あ、そうですね、しっとり低温調理なんで、うん、あ、そう、あ、このソースとすごい合いますね。玉ねぎこれ食べてみて思ったんですけど、はい、ランチとしてもすごいご飯ともマッチしそうですけど、うんうん、お酒なんかにもすごい合いそうですね。あ、愛媛ご出身、はい、あ、そうです、愛媛です、はい、いいのがあるんですよ。本当ですか。こちらですね、はい、愛媛のクラフトビールです。すごい、いただきます、はい、あ、香りがすごくいいと思いますね、うん、ビールにしては飲みやすいかもしれないです。そうですね、うん、今治の匂いを感じていただいて。それ、いや本当に今治久しぶりにちょっと行きたいですね、花火大会とかやってて。あ、ということでふうまの今日のまとめです。キッチン4223なんですけれども、店主の谷口さん、僕思ってたのが、はい、すごい喋りやすいなと思ったので。ああ、そうですか、はい、ありがとうございます、悩みとかある方は、はい、ここに、はい、お酒を飲みながら一つ聞いてもらうのもありなんじゃないかなって。そうですか、勝手に思ってました、はい、あと入ってみたら分かると思うんですけど、見ていただいたらすごい楽しい秘密基地みたいな感じがしてて、僕の心をすごいがっちりと掴まれました。ぜひ皆さんもキッチン422に来てみてはいかがでしょうか。以上、ふうまの今日のまとめでした。谷口さん、改めてありがとうございました。ありがとうございます。美味しかったです。ありがとうございます。また来ます。